2の鳥居茨城県五国神社は、茨城県水戸市の快楽園桜山にある神社、茨城県下の戦没者を祀る。神門は丸に桜門。明治11年、明治維新前後に準じた水戸藩主役1800柱を祀るため、常磐神社の境内の現在の東湖神社の場所に建てられた神霊社を起源とする。その後、 茨城県出身の戦没者を築地合志していった。1939年4月に、陳霊社五国神社に改称した。昭和15年10月、内務大臣指定五国神社となって、茨城県五国神社に改称し、同年11月に現在地の快楽園内の桜山に遷座した。敗戦後、五国神社は、軍国主義施設とみなされ、 存続を図るために解消を余儀なくされた。茨城県五国神社もそれに続き、1945年8月に地名により桜山神社となった。平和条約を締結し、日本が独立を回復すると、1954年10月に元の社名に戻した。戦後は県に関係した軍人、軍属の例を合使している。現在、 ほとんどの戦没者の合祀が完了し、祭人の数は63,494柱となる。鎮魂碑境内には多数の鎮魂碑が設置されている。例祭は春4月10日、秋11月10日の年2回行われている。ありがとうございます。